皆さんこんばんは。ヤミーのレシピ帳、今日の1ページはこちら。今日はかぼちゃを使ったスイーツ、ハロウィンパーティーにぴったりの一品ですね。まずはかぼちゃの下ごしらえです。では蓋をしてグリルで蒸し焼きです。グリルへ入れてしまえば、あとは待つだけ。おお、ホクホクですね。中までしっかり火が通っています。グラニュー糖ですね。バター、ナツメグです。かぼちゃはこのくらいになれば OK です。もしこの時水っぽいようだったら、フライパンで水分を飛ばしてください。溶き卵は大さじ1、取り分けておいてください。かぼちゃが温かいうちにここまで作るとまとまりよくなりますよ。最後に取っておいた卵を塗ってください。で、これでツヤを出します。あとは再びグリルへ入れて焼き上がりを待つだけ。おお、どうでしょう。あー、いい焼き色ついてますね。美味しそう。焼き加減もバッチリ。早く食べたいです。ホイップクリームやアイスを添えるとさらに美味しいです。ではこちらで出来上がりです。シンプルな材料なのに見た目はとっても豪華なデザート。ハロウィンの食卓にもぴったりですね。ヤミーのレシピ帳、来週もお楽しみに。今日のお料理、あなたのレシピ帳にもいかがですか？もっと長野をホットに、長野都市ガス。